ニコライ・ペトロビチ・リネウィッチは、ロシア帝国の軍人。日露戦争でロシア満州軍総司令官を務めた。リネウィッチの軍歴は1855年にニコライ一世の近従となったことから始まった。1877-78年のロト戦争に従軍して頭角を現す。1900年の義和団の乱の際は、シベリア第一軍団を率いて北京に突入し、将軍自ら略奪に参加したというので話題になった。1903年、不評中将に昇進。1904年の日露戦争勃発時は、トランスシベリア総督、アムール軍管区司令官だった。翌年2-3月の奉天会戦の際は、ロシア満州軍第一軍を率い左翼に布陣。この戦いの後、退却将軍と悪口を言われた満州軍、総司令官、アレクセイ・クロパトキンは、第一軍司令官に降格され、第一軍司令官のリネウィッチが入れ替わりで、満州軍総司令官に就任した。大将に昇進したリネウィッチは、逆襲を誇号し、皇帝ニコライ2世に飽くことなく、増援を要求し続け皇帝をうんざりさせたが、実際にはロシア第一革命の影響で、ロシア軍内にも反乱の兆しが見られており、日本軍と睨み合ったまま終戦を迎えた。この間、ダライ・ラマのラサからシベリアへの動座の企てに関わったりもしている。リネウィッチは軍内の革命分子に厳罰を下さず見過ごしたという理由で1906年2月の満州軍解散と同時に退役させられた。退役後は隠棲して短い余生を過ごし、日露戦争当時の回顧録が出版されたのは死後の1925年のことだった。ありがとうございます。